どうもタブヤンです。それは星一つないある真夜中の出来事だった。今にも沈もうとする夕日のように空を黄色に染めながら凄まじい音を轟かせ、真っ赤に燃え盛る巨大な火の玉が祠の森に落ちた。祠の森、そこには遠い昔から結界が張られており、人は愚か、命あるもの全ての侵入を拒んできた。しかし何のためにそこに結界が張ってあるのか、今となっては覚えている者はいない。ただ誰もが忘れかけている昔話の中に、徳の高い僧が自分の命と引き換えに弱なるものを封じ込めたという一説があるが定かではない。それから半年が過ぎ、人々は火の玉のことはすっかり忘れていた。実際そんな余裕がなかったのである。それはいつから始まったのだろう。人々は笑いを忘れ、町から平和が消えた。夜な夜な身の毛もよだつ声が響き、何人もの町人がどこかへ消えていった。お城の殿様までが消えてしまった。そんな噂まで流れたほどである。ちょうどその頃、祠の森からほど遠い森の中のあばら屋で、見るからに疲れ果てた男が一人の影と話をしていた。影の世界に生きる者よ、私に力を貸してくれ。一体何が起こっているのだ。この町はどうなってしまうのだ。頼む町人よ、この町を、そして私を救ってくれ。お願いだ。人々の声が満ちていた。希望と喜びが溢れていた。あの頃の町に、本来あるべきはずのあの頃の町に、しかと頼んだぞ。百鬼夜行、1988年 USE さんのファミコン RPG、 やっていきましょう。単発実況です。なんだこれ、え、もう始まってんの。お化け豚に遭遇した。戦いますか。いいえ。忍者は身の危険を感じて逃げ出した。話す。忍者、辺りには誰もいない。術を知りません。道具、無用草のろし持ってます。状態、忍者。あ、名前忍者なんだね、主人公の。お金500両持ってる。どういうことだこれ。化け豚、これ倒すしかないのか。いいえ。え、これかわせないね。戦うしかないのか。選択肢ないねこれ。よし、戦う。あ、いた。体っていうのが体力だね。忍者の攻撃どうだ。一撃で倒せないの。これは時間かかりそうですよ。やっと倒せた。一回の戦闘で4分ぐらいかかったな。なんだこのゲーム。案の定、お化け豚はお金を30両持っていた。案の定ってどういうこと。忍者はレベルが上がった。早すぎて分かんなかったぞ。あ、レベル上がりましたね。これも野宿した方がいいんじゃない。野宿、うわ、操作性悪、なんか押しず、動きづらい。ここでは野宿できない。そうですか。道具使う、無用装、は体力は10しか回復しないの。マジか。よし、これでいこうか。いやー、さすが私ね、ファミコンソフト1200本プレイして選定した。あ、これ皆さん見えますかね。この全部緑だから分かりづらいけど、ああ、なんか敵出てきた、逃げろ。道があるんだよね、ここにね。
もう戦いたくない。一回戦うと4分戦わないといけない。私ね、1200本プレイした私がクソゲー100選に選ばせていただいております。このゲームね、さすがだね、クソゲー100選。おっと、逃げたい。あー、絶対戦わないといけない。うそー、これ以上進めないのか。わー、もうやばい。体力あと17しかない。敵は2体、お化けズタ。いけるかこれ。どうだ、忍者かわして。レベル2になったから強くなってる。よし、どうだ、倒しました。案の定って言うんだよね、やっぱり。案の定、お化けズタはお金を40両持っていた。ああ、ボスっぽいやついる。クマでもかわしましょうか。クマ、あ、これ町じゃない。もしかして生き延びた。あ、生き延びたっぽい。話す、あっち行け。こんなとこ見られたら捕まってしまう。え、入れないな。え、ここ話すとか誰もいない。え、ここ入れるとこないのかな。あ、誰かいる。あ、娘さんがいる。あっち行き。嫌われてるのかな、忍者。うわ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 、こんな娘さんにもあっち行けって言われた。立ち直れないよこれ開いてるのかなこれ。開いてない。ここは、あ、入れた。何かご入り用で。はい、何を買いますか。包丁、木槌、六角棒。忍者っぽくないな、包丁って。包丁振り回すってあっち行けしか言われないんでしょ、どうせ。入れた。今店を開けていません。どうだ、開いてない。ごめんよごめんよ。あれ、この寺に何かご用かな。はい、いくらか奉仕してくれませんか、寺に。はい、忍者の体力が回復した。南無阿弥陀仏、御仏のお導きがありますように。宿屋みたいなもんなのかな。あー、なんか神社っぽいのある。あっち行けしか言われないんでしょ、このどうせ住人には。あっち行け。うーわ、これもなんか YouTube のコメントよりへこむなこれ。あっち行けってはあんまり言われないからねさすがにあの YouTube のコメントでも下手くそとかは言われるけどね。この神社に何かご用かな。あ、でもお寺行ったからもういいんじゃない。神社は、神社はいらないです。神社って南無阿弥陀仏って言わないと思うんだけどな。全然分かってないんじゃないここは何。あ、まきびし、手裏剣、忍び熊で、忍び刀欲しいな。8000、高っ。忍者っぽい武器売ってるじゃん。なんか錆びてるね、この建物。ここは？この寺。なんか寺とか多いな、神社が。なんでそんなにいっぱいあるんだろうね。これ広いな、しかし。ここは？やっとこう、釘抜き。なんか店が多いね。え？同じ、無駄などう違うんだろう、同じじゃんね。
なんかそのお代官様とかそういうのはいないのかな。喋っても無駄だしな、どうせあっち行けって言われるだけだもんね。もう喋るのやめよう。町の住民なんか情報収集とかなんだけど、あ、お代官様っぽい家あるんだけど入れないな。裏口とかないかな。向こう側に渡らないといけないのか。あらら、行き止まりが多い。あ、夜になったの？時間経過があるんだね。通れない？なんか、あ、橋か。ここ橋を渡ってこっちから行け、あ、行けないな。あ、ここ行けない。あ、行けた。行けない。なんだよこれ。見るだけ？うわ、夜のお寺怖いね、なんか。え、こっち行けないの？行けるじゃん。なんで行けないんだ。めんどくさい。めんどくさい。うわー、なんか鬼火みたいなやつがいる。なにこれ、夜あんな妖怪みたいなやつがうろついてるのか。やばい。捕まったらひとたまりもねえぞ。あ、広いね、町。無駄に広すぎるでしょこれ。ああ、いっぱいいるよ、なんかモンスターが。入れなくなってるな、お城の中、内部っていうか塀があって。うわ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 、あー、邪気に遭遇した。逃げろ、追いつかれた。戦うしかないのか。うわー、強い。火炎、いやこれ絶対無理だ。めっちゃ強いじゃん。あー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 あああ、終わってしまったよゲーム。あ、セーブしたところからのシステムか。いやー、完敗ですね。ファミコンクソゲー100選、これにて終わります。タイトル画面でお別れしたいと思います。百鬼夜行、なんか怖いホラーっぽい雰囲気のねゲームって、ファミコンでは少ないんで、まあまあいいタイトル画面なんですけど、なかなかのゲームでしたね、百鬼夜行。まあね、一晩0泊1日で私は退散したいと思います。お城の中にちょっとね入ってみたかったっていうのはあるけど、伝わりにくいと思うんですけど、結構ねコマンドとか下十字ボタンとか操作性が非常に悪いですね。まあなかなかの癖のあるゲームでした。それではまた次のレトロ RPG でお会いしましょう。いろんなゲームがあるからね、ジャンルに飛んでてよかったです。それではまた、さよなら。こういうゲームもあるよね。